イルフォードのフィルム、左から FP4 プラス、HP5 プラス、XP2 スーパーイルフォードは、イギリスの写真用品メーカー、およびそのブランドである。2004年に、破産、2005年にハーマンテクノロジーとして再編、白黒製品についてのブランド名は、イルフォードフォトに変更になった。モノクロフィルム、インガガ紙などの管材が主力であり、 特にフィルターを変えることで色々な会長で使えるマルチグレードペーパーカラーネガ現像で白黒ネガを得られる XP シリーズのフィルムが特徴的な製品として知られる。以前にカメラの製造を行っていた時期もある。日本における総代理店は2008年4月以降はサイバーグラフィックスに移管している。銀塩写真の需要が減少し各社が 製品の縮小を行っている中にあって、代理店と協力して、精力的に製造販売活動を行っている。カラー製品、インクジェット等については、ブランド名は、イルフォードであり、イルフォードイメージングスイスの管轄にある。エレクトリックシリーズスポーツマンシリーズドイツのダコラ、カメラベルクが製造した OEM。その他のカメラハーマンテクノロジー有限会社は、 観光材料の製造販売を行うイングランドの企業である。2004年のイルフォード有限会社破綻を受け、イルフォードイメージング有形有限会社の6人のマネジメント職によって、2005年に新たに再編、設立された。社名は、イルフォード創業者、アルフレッド・ハーマンに由来し、所在地は、長年イルフォードが所在したチェシャー州モバリーを引き継ぐ。 同社は白黒写真用の製品以外をイルフォードフォトブランドで扱うことはなくインクジェット等はハーマンフォトのブランドで扱う。イルフォードブランドでインクジェット等を扱うイルフォードイメージングスイスとは全くの別会社である。2007年10月、同社はケントメアフォートグラフィック有限会社を買収した。日本での総代理店は2008年以降 サイバーグラフィックスである。ありがとうございます。